こんにちは、ヒロと申します。今回の動画は、本日、イーストボール公式 X から、今週のメンテ後に開催されるイベントの告知が発表されたんで、そちらを詳しく紹介していこうと思います。どういった告知かというと、こちらが告知ですね。今日の朝、インテルがミランとのミラノダービーを制して、リーグ優勝を確定したということで、それを祝したイベントが、今週の木曜日、メンテナンス後に開催されるみたいです。どういった内容かというと、ログインやチャレンジイベントクリアで記念デザインカードを最大3枚プレゼントということで、優勝記念のハイライトを無料配布しますよというような内容ですね。で、搭載される5名はこちら、左からラウタロ・マルティネス、バレッラ、ニマルコ、ジャルハノール、ハバール、この5名の中から最大3名プレゼントされるということで、おそらくログインで無料配布1枚、そしてイベントクリアで無料配布2枚、合計3枚もらえる形になると思います。ここに関しては去年と一緒ですね。去年だとナポリがセリエA優勝したんで、ナポリから5名搭載されて、同じくその中から3名獲得できたんですけど、しっかり強い能力で登場していたんで、今回のハイライトも期待していいんじゃないのかなと思います。おそらくこちらがイベントの画像になるんですけど、いやーかっこいいね。ラウタロ個人的にね、ゲーム内でも使ってる選手ですし、好きな選手なんで、ちょっと嬉しくなっちゃうね。最近セリエはちょくちょく見てるんだけど、見てなかったのもったいないってぐらい面白い試合いっぱいあるんで、来シーズンはしっかり最初から見ていこうかなと思ってるんで、ぜひね、皆さんの推しチーム、推し選手がいればコメントで教えてください。あと、この優勝チームから、おそらく6月、7月あたりにセリエの頂点はまた来るんじゃないのかなと思っていて、去年だと優勝チームのナポリから、キム・ミンジェ、クバラツェリア、この2名がショータイムで登場してるんで、今年もインテルから2名搭載されるんじゃないのかなと思います。ラウタロ・チャルハノールは現役ビッグタイムで登場してますし、ディマルコもね、ショータイム1回来てるんで、エッジクロスで、そうなってくると、バレッラ・パバール、この辺り来てもいいんじゃないのかなと思うんだけど、そこはまだ何も確定ではないんで、楽しみに待ちたいんですけど。あと他の優勝チームですよね。去年だとバイエル・バルサが記念ハイライトで登場してるんだけど、今年はもうバルサ、マドリードのクラシコ負けちゃって、マドリーが優勝確実だろうし、ブンデスに関してはレバークーゼンが優勝したということで、どちらもライセンス持ってないんでね、ライセンス持ってないチームはおそらく来ないんで、あとプレミアとかになってくんだけどさ、今年も多分シティ優勝しそうじゃん。いや、マジアーセナル、アストンビラの敗戦がマジで痛い。ちょっと話脱線しちゃったんだけど、あとプレミアで、リバプールもないだろうから、アーセナルが優勝したら、記念のハイライトが登場するんじゃないのかなと思います。もしかしたらコナミさん頑張って、レバークーゼンとか無理やり出す可能性もあるっちゃあるんだけど、そこはあんまり期待せずに待った方がいいのかなと思います。そして今週の木曜日、以前から告知のあった J リーグ月間 MVP ショータイム登場すると思うんで、いろいろガチャが搭載されるということで、結構盛り上がってくる仕様になるんじゃないのかなと思います。J リーグのショータイムについては以前動画でまとめているんで、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで今回の動画は、イーフト公式 X で告知されたイベント紹介でした。これからゴールデンウィークも始まりますし、どんどんね、イーフト盛り上がってほしいですね。ということで、また何かあれば、しっかり動画でまとめて紹介していくんで、ぜひまだチャンネル登録、高評価していない方は、最後にポチッとお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。